えーとですね次はなんと2006年の追試験知ってました追試験あるんですよね。追試験したら成績の悪かった子たちにやるやつですがセンターの場合はあれはなんでやるんですか病気遅刻ね <laughs> 遅刻はダメか朝遅刻だは病気ですねあとはなんかちょっと時短かよっぽどの事情があったりするとね交通事情はい そういうい人たたちのための、め、まあ、一般的によく言われる都市伝説でしょうけどね追試の方が難しいというね都市伝説がありますんで皆さん実力本当なんですか本当うんらしいですから、えー、あの実力つけようと思ったらね追試験をやった方が力つくかもしれないですねはいじゃあ617番いきましょうはいまた同じパターン第2問ねえー、と穴埋め問題ですけど。 How long have you and Keiko known?、ね、これはお互い同士知り合いであるっていう現在官僚の、まあ、継続ですよね。はい、known each other ですね。1番ですね。each other これはもう見ないで書けるの当たり前の文にね、しおいてくださいね。はい、次ですね。えー、618番いきまして、grandfather explained explained だとほら、to 誰誰っていうパターンが必要かなっていうのを こここれいいいいいんでですすすよよそこ思いつくくっていうのはごと今回は必要ないんです実はね「explain to me」とかないんですねただ、えー、タコの作り方タコあげるこのタコですねタコの、えー、作り方を私た,私たちじゃない作り方を教えてくれたと説明してくれたということで作り方2番の「how to make」ですねはいでえっ、ー、とこの「 カイトですけどね、これちょっとね思い出があるんですね。あのある外人ですね、あの夕べ何や、昨日何やったの？ワディリューイアストで言ったら、I flew かいって言ったんですね。は？聞いといてわかんないでねこ、答えてもらってね。I、はい。フライの過去形がね、ここ出てきてね、あいあいと思ったんですけどね。タコ揚げたってあったんですね。アメリカ人ですよ。ね。 昨日何やったのとタコあげたって <laughs> こういう答え返ってきたらちょっとね、うん、びっくりしましたけどねはい、えー、それから619番ですかうんと「they used to be good friends」このね「used to」って出てきたらかつてはないんなだって今違うけどねっていうことですよ、ね、であいつらはねあの昔はねあのいい友達だった仲良かったんで but they aren't もう今は違いますよってことで「not anymore」もはや何々ではないってね「not anymore」が正解ですから3番ですねはいそれから620番いきましょうかうんと「what do you say?」これはね何々することについてあなたの意見を聞かせろみたいなねいうことでですねこれちょっとやっておきましょうね620番 何々するのは。何々するのはどうですかっていうやつね。how about i n g k でしょそれから。what about i n g k。ね。これ何々するのはどうですか。で、もう一つ、これね。で、これはね、町合探しとかでもね。 あの600本の中で最後の方でやりましたけど間違い探しですけど What say? To do you 不定詞とと思っちゃうしょところこここに To ING なんだよねいいこれ十分気をつけてください「to 不定詞と思わせといて「to 同名詞」っていうねよく出るパターンですけども何々することに対して何々することに対してあなたは何を言う 文句あるかいいだろうやろううやぜみたいな、ね、ニュアンスで、What do you say to ING?、ねはい、それが来てまして、えー、Butter?What do you say to p l a y i n g 丸さんが正解ですね。 マ満載が正解ですね。えっ、ー、と、何々すること、プレイングカーズ、プレインカーズって何ですか?。トランプをするんですよ。トランプをするのはどうだろう何々する代わりに、インステッド部テニスですね。デューディングランチアワー、昼飯の時間にですね。テニスはしねえべ、普通な。えー。トランプするのはどうだいって言ってるんですね。大丈夫ですかまだ?。はい。六百二十一番に行きまして。 Don't listen to Joe なんとかで、Match he complains、ね。はい、ここはあのー、誰々に耳を貸しちゃダメだぞ。Don't listen to Joe。Joe の言うことを聞いてちゃダメだぞ。ね、で、たくさん彼が文句を言うってるんですね、Match he complains。これどうつなげますかって言うんだけども、 However 々ね However ねたとえどんなに何々でもっていう形ですねこれがきますはいなので答えは、うん、1番ですね however much he complained どんなにたくさん彼がコンプレイ文句を言ったとしても耳を貸しちゃいかんぞって言ってるわけですねはいでえー、っと このパターンですね。No matter how 形容詞、however 形容詞副詞たと、ね、えどんなに形容詞でも、たとえどんなに副詞でもっていうときね、どっち使ってもいいです。はい。では次行きましょうか。うんと Where is Takashi? どうでもいいんですけどセンターによくタカシが出てきますね。気になるのはタカシだからね。<laughs> なんか人気ありますね。Where is タカシ ?He said he なんとかで he read exactly 6:30. これね、タカシさんがですね、昨日か一昨日かなんか昔言ってるんですよ。昔言うときにですね、タカシさんが said Be there at まあ例えばねこうなってますねこれセリフそのまま書いてるんです高橋さんが言ったそのままのセリフ「I'll be there」俺そこに行くよそこそこに行くよって言うんですねあと6:30 pm 午後6時30分に行くよとこういうのを直接話法って言いますねセリフをそのまま伝えてるだけですこれを内容を伝えるとどうなるかっていうと かしは、えー、とセッド言いましたで、はい、まず来るのは誰かということを考えるとそこに行くよって言ったんだけども行くよ行くよって言ってるのはかしが言ってるわけですから行く人は彼ですね、はい。なのでまず彼が行くんですが。 言った時にはウィールですよ未来のことを言ってるんだけど今から考えると過去から見た未来のことですね過去から見た未来のことですからそういう時はウィールじゃなくてウッドですあの時に遡るとこんなことをするつもりだったわけです。 彼はあの時にこんなことをするつもりだったわけですから、will じゃおかしいですね。He would ですね。はい。で、えー、will be さあそこへそこへって言ってんだけど、あの時は確かにねた高橋君はですねその辺のなんかスタバかなんかにいてですね、ああそこに行くよって言ったんだけど、実際今この時になるとそこっていうのはここのことなんですよ。ここに来るって言ってたじゃんあいつでしょ？ね。なので、えー、he would be here になる。 こう注意してください。あとはここ感同じです。あとはね、はい。ということでえ答えはウッド B ですね。ウッド B これが答えになりますから、四番です。はい。えあと何分でいかね？十分。はい。よし。 はいじゃあ623番いきまして I'm sure that Joe is none とか of the crimes ねはいこれはですねうーんそうだな、まあ、答えは3番のイノセントなんですけども、ね、あの無実ってことですねその犯罪の無実だっていうのが直訳ですけども私はジョーがその犯罪を犯していない無実だというふうに確信していますということですなんですがここはね ん丸3の答えよりも二と四の区別がちゃんとつくからっていうねここが大事なんですねでダウトと、まあ、アクセントサスペクトですけどねこれまあ動詞で考えましょうダウトサスペクトどっちも疑うってことですけどダウトは疑うんだけど なんでこっちでるの？おかしいな。ちょっと待ってっ、ね、<laughs> 飛びますね。え？上？<laughs> ここ <laughs> <laughs>？IT ダメなるとこれ。え、なんですか？ 何々じゃないと思う時使う使んですよねあいいつ犯人いや俺はダウトだなあいつは犯人じゃないと思うなっていう時にはダウトなんですあいつは犯人だろみんな違う違うってあいつは犯人だと思うよって時はサスペクト使うんです ねはい、この2つは微妙ですからねよく辞書その他で見ておいてくださいねはいじゃあ次いきます been sitting、so、long. いやー私たちはずいぶん長くここに座ってますねということですね We need to「私たちは何々する必要があります」っていうんでこれなんだろうな横になる必要がある 3番はこれ横になるじゃないですね。何か物をぶっ倒すってことですからね。レイっていうのは横にするってことですから私たち自身が横になるんじゃないんですよ。3番はね。誰かを横にするってことですから全然関係ないですね。はい。休憩するっていうことで、えー、答えは1番になります。これは背,の、えー、背伸びをしたりですね。この伸ばすのはストレッチです。ね。はい。 とということです、すいいででしょうかでこのレングス、2番のこのレングス、これを同じ伸ばすでも時間を伸ばすとかね、そういう意味で使いますからね。い、えー、あそれからね、あのちょっと休憩しましょうっていう時ですね。なんて言いますか Take? <ん>あ、まあ、そうね、take a break, have a break って言いますけど、あとね、こういう言い方あるんですね。Take five これはね 映画でほらね第5のシーン撮ります。Take five っても言いますけども、もう一つはねあの5分休憩しましょう。Take five っねっていうのもありますね。はいそれから600の25番に行きまして Would you blame なんとか if you were in my situation ですね。これねあのブレーム e というのは誰誰を責める咎めるってことなんですけど。 これは前にですね、グアムに行ったときにですね、グアムのラジオ局の人がいろいろ島を案内してくれたんですね。その時にですね、なんかも何言ったか覚えてないけど、なんか言ったら、あ、それはしょ仕方ないな。それはあの君のことを責めたりはしないよってね、いう場面で、I won't blame you って言ってましたね、その人ね。I won't.I won't blame you. はいっていう,うにこれはあ,のあなたのことを責めたりしないよそれはもうしょうがないことだもんねっていう時だったんですけどもこれもちょっとねそういうニュアンスでね、えー、出てきてますから「Would you blame yourself? あなた自身を責めたり咎めたりしますか?」ってことですね、えー、答えは1番「YOURSELF」あごめんなさい3番ですね。 はい、あなた自身を責めたりしますかこういう場合に「If you were in my situation ね」ねもしあなたが私の状況だったら立場だったらってねいうことですねはいでね、あのー、ここ「If you were in my situation」の代わりに「シューズ」なんていうこともありますからねあなたが私の靴を履いていたらっていうねそういう言い方をするんですねはいじゃあ最後できちゃうかな526番いきましょうかあ六百、あ,あ、ごめんな、ね、さい626番ね えっと、her summer dress had been ironed and were なんとか in the closet。はい、これはね、彼女の夏服がですね、ずっと何年、ね、されていたってことね。had been ironed ア,アイロンかけてあるってことですね。アイロンかけてで、えー、クローゼットの中にここ受け身じゃないんですね。縞割れていたじゃなくて垂れ下がっているっていう。 能動態です。だから、ハンギング三番が正解ですね。クローゼットの中に垂れ下がっていた。とね、いうことですね。はい、で、このハングね。動詞の変化大丈夫ですか。ない、何々を吊るすってやつね。はい。なんですが、これでいいんですよ。ハングハングハングですが。首を吊る時だけですね。 変化になります誰かをね刑罰として吊るし首にするとかそんな時もそうですね。っていうことです。